変えてください、しっかり。そうそうそう。しっかりしっかり。あ、やばい。ちょっと黒さん。ごめんなさい、ボールだけ置いてください。ボールだけ置いてください。ごめん、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 おお、そう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 。今自分に足りないことはバッティングで、まあ、いろんな方法を西さんや立花コーチに教えていただいて、いろんな引き出しが増えたと思うので、これからも来年に向けてしっかり頑張りたいなと思います。この肩の位置をキャッチボールにキャッチボールできてるやん、このステップスローで、こうやっていくじゃん。この位置に絶えずこういったとしても、ここに帰ってくる。これが行き過ぎたらオーバー、全手が遅れてくる。そこだけちょっと意識して。はい、よいしょ、お願いします。ジャッジ上げて、このまっすぐ取る。まあ、豊田コーチだったり石口さんだったりの話とか、自分の感覚とかそういったものをすり合わせられる時間になったのかなと思ってます。このキャンプやってきたことを、まあ、これからの自主トレだったり来年の春のキャンプにつなげて、来年のシーズンもやってきたことを出せるように頑張っていきたいなと思います。たくさんのピッチャー陣に囲まれてのキャンプだったんですけど、たくさんの刺激をもらって、自分の、まあ、今のある課題であったり、まあ、そういったものに、より、シーズンよりも深く取り組めたので、その辺を来シーズン、しっかり発揮できるように、このオフシーズンまた、課題に、よりまた深く、改善できるように、やっていきます。40、おい、それやばい、行けよ行けよ、おい、みー頑張れ、本気出せ、本気ラスト、本気出せ、あー、ください本気出せ、ラスト、ラスト、ください取ってみーよ、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 
いや、30とかでいいよ。最初は10、10、はい。50、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 50
そうそうそう、そこの力、そこの力だ。オッケー。よし。早く。はいよ。はい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 。はい、足がもうこう見えない。はい、自分のやりたいことというかやれることをして 100% やりきったっていう自負はあるんで、その中でも1試合練習試合で1本ホームラン打ったっていうのはすごい自分の中でもいい経験になったというか、そう自信になった部分でもありますし、これは来年に向けていいこう結果じゃないですけど、いい成績を残せてアピールできた部分はあると思います。来年やっぱり1軍の舞台で活躍できるように、そこを目指して頑張るので、これからも応援お願いします。バースデーヒロシ、バースデーヒロシ、カメラマンヒロシさん、よくさい、これで太陽と一致が来てる、そう情熱大陸並み、プレゼント飲んでください、しっかり。ありがとう。カイノさんに誕生日プレゼントあげたんで。言った言った。逆にタイロン誕生日があるの昨日。確かに。ハッピーバースデー。プロテインください。何歳になった？25歳。おめでとう。ありがとうございます。最後おめでとう。ありがとうございます。カイノさん今日誕生日なんで。知ってる。ユウさん、ちょ見てください。ユウシ、めっちゃ書いてる。で、腕も触れてない。腕触れてない。綺麗。まあ、はい。僕は今日誕生日ということで。11月16日生まれの皆さん、ともにお誕生日おめでとうございます。うちの子供がもう三上くん大好きやからね。三上くんって言う、三上くんの帽子のかぶり方でこれする、真似するから、家でやばく、一回ハッピーバースで3人で一緒に歌ってもらって、カイマヘアボックス、ヒロシ遊ぶ今日は、カイマも込みでいきます、せーの、ハッピーバースデーと、はい、ということで僕がやってきました誕生日ソングから、いい最高っすね、今日もこんな美味しいご飯いただけて、うわっ、うまっ、え、小鳥どこ、これあれや、うん、小鳥多分宮崎誕生日、今日お祝いしてもらうんで家族も嬉しいっすよね。さあ
秘密。秘密って俺も分からん。知らないです。開けといてだけ言われました。開けときました。まあ、まだギリ28歳なんで、ギリ20代なんで、若々しくまだ若々しく。まずは来年、1年間、フルでブルペン居続けれるように、頑張ります。すいません、これ鳥、どこの産地ですか？本当すいません、いつもご迷惑をおかけして。県までは分かんなかったんですけど、一応国産。国産で、ありがとうございます。宮崎でした。本当すいません、ご迷惑をおかけして。よっしゃ、元気出していこう。ラスト一発だ。よし、気合い入れて。よし、今日も一日よろしくお願いします。よーっ、よーっ、よーっ、キレイ、やばい、ここから。はい、どうも。はい、藤井大、ありがとう。はい、板倉ラスト。やばい、こういう軌道で、ランナーもさ、出るじゃん、結構三塁。一塁の死ぬよりさ、三塁。右のスライダーだとめっちゃ取りづらいですね。それセンス。でもさ、右と一緒じゃないの。これと一緒じゃないの。いや、それ概念怖そう。結構面白いと思うけど。あ、でもなんかちょっと見られないだけだよ。見られないし、僕らが投げてます。そうそう。いや、でもさ、慣れるんじゃない？絶対慣れないな。そっちの方が投げやすい。でもそれがさ、子供の頃からさ、当たり前だったら、まあまあ、普通だよ。左のキャッチャー。タッチとかもむずい。タッチむずいな。タッチがむずい。あ、無理か。ライト前とかも。ライト。いい球。あ、タッチね。よいしょ。後ろで待ってよ。後ろで待ってよ。後ろで待って。このスタイル。斜めです。さすが。